倉です。笹倉からコーナーオープン、そして決まりました。左側の得点です。笹倉ラッキーバランスキーのコーナー3、リバウンドジャワラジョセフ、あーこぼれた左側、今フリー長選手が、笹倉が持っていく、チップイン、ナイスリバウンド。アルバルクとしては最後までリングした、ここはいいプレーになりましたね。はい、平井選手、ワン選手のことを多くなかったですよね。あまり見れないですよね。東京のディフェンス、ドライブで中に入ってきても待ち構えていて、いい状態作れてないっていうケースが多いですね。こちらがのスリーポイントです。藤永と山内というこのガード対決、山内が後ろから藤永最後合わせました。平岩選手ですかね。平岩です。平岩キックアウト、岡本来た、岡本飛龍、その吉井振り向きざまにシュート、おパスのような形になって決め切りました。平岩、そしてこの盛り上がりです。橋本も体を張る、平井を浮かせて決まった。素晴らしい。いや、平岩が見事なシュート。中村ややミスマッチ、中村がサイドを回っています。そして吉井、ガーッとまたフットバックの形。そして今季26試合目の出場で初のスターターでの登場です。大変期待が集まる日本人ビッグマンの平岩源です。苦しい台所事情ですけれども、平岩源が今季初のスターター。ホブスにまた勝利フェンス、ホブス、平岩源、平岩、ここは相手、平岩、いやー、強いですね。先ほど小本選手にもしましたし、笹倉選手にもしてましたし、はい、まあいいですよね。平岩、わー、素晴らしい。平岩のリングアタック、あー、みんな喜んでますね。今度はカークのスクリーン、平井はマークへ、 いいパスフェイクですね。今の平岩選手しっかりコーナーにパスフェイクをして、コントロールするコブス、ロングスリー打ってきた、ショートリバウンド、平井はセカンドチャンス、いいリバウンドですね。今日は長く秋田がリードしていたこのゲームなんですが、平井はリングした、ショットクロックギリギリ決めてきた、はい、ディフェンスリバウンドはヒット、平岩には側を出せませんでした。さあ手を挙げている安岡、しかし平岩が行った、平岩奪った、平岩です。さあ今度はコブスは中を使う、カークからフィニッシュは平岩です。まあこれも確には綺麗には通らない。岡本、平岩抜けて決めた、平岩、ギリギリのラインでの戦いですね。1ポイントですが逆転を許した東京、平岩が得点を決めてみせました。笹倉ステップバックスリー、リバウンド、平岩ナイスオフェンスリバウンドです。